とごし八幡神社は、東京都品川区とごしにある神社。旧、とごし村の鎮守。陶器上の宗教法人名称は、八幡神社。当神社は、大英六年に行英法師という諸国を案略していた、僧が、村内の矢部清水ず地水源地に、本田別名の身体が出現したのを見つけたので、草案を作りまたそこに京都、岩清水、八幡宮から文霊を勘定して、 共に祀ったのが始まりであると言われている。人々が祈願するとたちまちに叶うと言われていたので、上就案と呼ばれた。その後、文禄元年に、近隣にある別当寺だった行刑寺の解散、年誉まによって上就案のところに、八幡神社を混流してご神体を、阿弥陀如来と共に祀ったと言われている。その後、元禄元年に現在地に移転された。別当は、明治時代に、 神仏分離令により廃止された。社殿は200年ほど前に建立されたもので、安政2年に改築されたものである。現在でも地元の人々から信仰を得ている。たちまちに、願いが叶うという成就案の評判を歌った古歌に、江戸越えて、清水の上の成就案根が日の糸の溶けぬ日は、なしという絵がある。成就案は、徒後市八万神社の起源となった草案である。 ここに読まれているようにこの地は、江戸越えの村であるということから、江戸越が、やがて、戸越という地名になったと伝えられている。江戸時代の文書では、戸越は戸越と表記されており、地理的には、戸越の大地から北に位置する目黒川の起伏差は20メートルほどおり、小さな山あり谷ありの斜面の地形で、この地形は、戸と言われ、戸を越えた土地と語る、郷土市屋の説もある。 別棟だった行刑事、戸越八幡神社に隣接してある。ABCD 東京都神社長、角川日本地名大辞典編参員会編、角川日本地名大辞典13東京都、角川書店、1978年、503ページ、新編武蔵フード機構、戸越村、戸越の呼び名の起こり、行喜び寺の歴史ホームページ、ありがとうございます。